デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。もーす。はい、ということでね、今日はいろいろなんかコーナーやってたらどんどん時間がね、結構ね、経っちゃってた。はい、びっくり。ではまあね、差し入れとかもいろいろもらいましたんで、うん、あれなんですございますけどもね、だいぶ日が、あとまだ大丈夫か。30分もすると下がってくるのかな、相当っていう。まあでも5時ぐらいまででしょ。5時ぐらいまでですね。だから1時間ぐらいはまだなんとか明るいままでいけるかな。よしね、どんどんやっていきましょうね。はい、ということで、このコーナーは皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月ぐらいとね、短縮されておりますので、ぜひこの機会に皆様からのお悩みご質問をお寄せください。さて、今回はメンバーさんからのご投稿でございます。コメントでございますね。メンバー限定新シリーズ始まります。10月31日収録の回にね、コメントいただきました。ヤナさん、はい、いつもありがとう。ありがとうございます。初心者な質問ですいません。バレル清掃は綿棒タイプのライラックスさんのを使ってますが、シリコンスプレーを綿棒部に吹いてからガシガシしてますが、何をつけてゴシゴシしたらガシガシゴシゴシ、ゴシゴシしたらいいですか。ネットでもシリコンスプレーはダメという方もいますし、はい。どうでしょうね。これさ、俺も結構いろいろ聞くんですけど、はい、パドックはシリコン吹くことはほぼないですけども、うん、つけてるのはアルコール系溶剤だったりとか、揮発性の高い、洗浄の液、液というか、まあ、そういうものを使うんですけど、まあ、パーツクリーナーをね、先端に拭いてゴシゴシするのがいいんじゃないかなと。まあ、もちろん、ラバーに触れたりすると良くないんですけど、マイリトル、うん、マイリトルに触れると溶ける可能性があるので、ラバーは気をつけてもらって。でシリコンスプレーはダメって言うんですけど、このなんでダメって言われてるかっていう部分は、前まではやっぱゴム部分についたりすると BB 弾滑っちゃって回転かかんなくて、うん、ホップがかかんなくなるよとかってあったんですけど、今はそんなに一時よりは大丈夫って言われる人がいるんですよ。うん、シリコン吹いても大丈夫だよっていう人いるんですけど、はい、やっぱりうちではシリコンどうも量にもよるんでしょうけど、うっすら塗るっていう人もいるんですよ、ワックス防止とかで。はい、試して見るぐらいで、こうやって薄く塗るぐらいだったら確かにひたひたになってないから問題ないかもしれないんですけど、原則としてはシリコンは使わないでアルコール系の溶剤、薄め液とかペイント薄め液とかでこう脱脂するような効果を持って拭くことがうちだと多いですね。どうなんだろうね、まあ、綿棒使ってないしね。そう、綿棒タイプじゃないじゃないですか。だって高級なんだもんあれ。これもまあ逆じゃないですか、簡単に言えば。そのアルコール溶剤だと汚れを落とす洗浄剤、そう油を、シリコンスプレーだと、まあ、滑りを良くする油を、まあ、塗ってるわけじゃないですか、まあ、シリコンを、ね、簡単に言えば、うん、シリコンを塗ってるわけですから、うん、だからうっすらコーティングされるさしてる、だから滑りが良くなるから弾つまんねえだろってことなんですかね。うん、マルザも一時期すげえ書いてたもんね、シリコンスプレー拭いてください、ここに拭いてみたいな書いてあったよね。あれ絶対やっちゃダメだよって俺らはやっぱお客さんに言ってました。逆に言えば弾道がもうぐっちゃぐちゃになるから、あんまり拭きたくないぐらいだよね。でも滑ればワックスが確かにつかなくなるかもしれないんだよね。ビビラのワックスがついて弾道が乱れるっていうのを防げるかもしれないのは間違いない、うん、けどそのシリコンのオイルで滑っちゃったこと、ま、弾道がぐちゃぐちゃになっちゃうじゃん。結局はどっちがいいかだよね。汚れないか玉が出るか、うん、弾道はいいんだ、玉が出りゃいいんだみたいな。ドロップキックさんってモンゴリアンチョップスクワットさんっていう、はい、お店があるんですけど、はいはいはい、バレルクリーナーを出してたりするんですよ、はい、そういう専用の溶剤を使うのも、効果的だと思いますよ。綺麗にするためにそういううちなんかはそれを使ってたりもします。自分はぜひとも購入してそういうの1本持っとくと
まあ、そっちの方向に触れるのかなと、うん、シリコンは興味があったらやってみるといいです。あの溶剤を買った後、うん、落とせるやつ、ね、落とせるように、うん、溶剤がないままやると張り付いて、でも一回吹いちゃうと多分分解になるからあんまり良くないかな。吹かない方がいいです、うんうん、パドックは未だに吹いてません、うんうん、それでヤナさんがうちのチューニング使って問題ないって感じてるのであれば、シリコンライナさんのだと書いてあるのかな、もしかして綿棒のあのセットにシリコンをかけてからこうやれって書いてあるのかな。見てないからちょっと分かんないけど、分かんないね。あれはね結構高級品なんですよ、やっぱり。そうですね、うん、うちでやってたら1日で1パック全部なくなっちゃうので、費用対効果が悪いってことになっちゃうね。そう、あの皆さん個人のユーザーさんだったら、ね、全然いい、ね、全然あれでいいと思うんですよ。1日にねこう、うん、あのそれを通すのもバレルクリーニングってうちらがやると1回じゃないんですよ、通すのって 4,5 回通すんですよあれ。 4,5 回通して油をまず浸してアルコール系のやつでひたひたにして、もう一回空拭きして、もう一回見てダメだったらまたアルコールでやってとかってやるので、案外一発では取れない時があるのでね、まあ、まあ一応シリコンは別にいらないかなと思いますね、うん、逆に、うん、やめた方がいいんじゃないかっていう派でございますね、うん、派です、はい、派閥で言うならばということで、はい、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK、 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。